え、なんでモスなのか、なんでだろうね。マジでそれまで私マックしか食べたことがない人生で、小学校4年生かな、小学校4年生の時に初めて母が熱の時に買ってきてくれたんだ。あ、これ本当に初めて食べたのが熱の時だった。で、今日はちょっと特別よって言われて食べて、クソうまかったの。あの感動を忘れられなくて、それ以来私は風邪をひくとモス行こうっつって母を誘うようになった。だからモスは熱に本当に効く、実証済みだからモスが。え、でもなんかただ最近バーガーキングに浮気済みちょっとしてますね。はい。やっぱこの2つがいい。モスバーガーのやっぱ名前を背負ってるモスバーガーってやつがあるんだけど、それか、バーガーキングのワッパ、この2つがね私の中で神。美味しい、美味しいですよ。この2つです。この2つがいいです。いや、な、他はねいろいろあるけど、フレッシュネスバーガー、なんかあれさ、お腹が満たされなくない？満たされた気がしない。さくらちゃんとこ行こうかな。ドムドム？何それ。初めて聞いた、静岡にはなかった。さくらちゃんとこ行こっかな。美味しいよ。マジモスバーガーめっちゃ、モスバーガー上品な感じがする。いや、でも私モスバーガーのおすすめの食べ方があって、ごめんちょっと語るね。バーガーあんじゃんか、で中に汁がたくさん、汁っていうかさ、ミートソースが挟まってんだ、玉ねぎ入れの。それをあえてちょっとこぼし気味に食うんだよ。そうするとあのなんか包まれた紙の下にミートソースがたまるんだよ。それをポテトにディップして食う、これが一番美味しい。ケンピ流儀、お試しあれ。ディップする瞬間の多幸感が本当に取っておいてよかったって思う。本当に。あれな、よろしくお願いします。はい、分かってくれる？ごめん。あ、ちなみに今日もモスバーガー食べたんで、ちょっと今日食べましたね、昼ちょうど。ちょっと共有したくなっちゃった。モス美味しい。そう、I love モス。ナンバーワン。モス美味しい。モス高い。モス高い。そこだけ。欠点を挙げるとするとそこだけです。ぜひお試しあれ。よろしくお願いします。